はい、おはようございます。今回は、2024年の、手袋、秋冬の手袋の、ご紹介をしようと思うんです。まあ、メーカーさんいろいろあるんですよ。で、まあ、一般的にモンベルさんが、まあ、一般的では皆さんよく買われてると思うんですけど、うちではイギリスの、エクスリミティーズ、エクスリミティーズテラノバって言って、テントであったりとかストックなんかを作ってるメーカーの、手袋と、あとゲーターとか、冬物小物ですから、手袋ってすごい種類を出してはるので、その中で、僕がちょっと手入れていいとか、その適用する、いろんなシチュエーションに適用するものを、選んできて、一応それをラインナップしてます。で、一番ね、最初がもうフリースの手袋です。で、グリッドロックっていうのかな、これフリースの、こういうデコボコのこういう処理をすることによって、まあ、暖かさと乾きの速さであったりとかで、表面はちょっとつるっとした感じになってるわけです。で、何やったっけ、ストレッチ素材を若干入れてるので、手入れ感がすごくフィットが良くって、僕のこの、まあまあ、男性では少し小さめで、これでちょうど S サイズでちょうどです。で、手首も若干こう長めで、だから普段本当にから低山の山やったらこれで十分使いやすいグローブかなと思います。で、特徴としてはタッチパネルが、もう最近は当然当たり前なんですけど、まあまあこのタッチパネルって一応操作はほぼできやすい、タッチパネルは使えます。で、サイズ感が一応これが S で、入れてみる、入れてみて、で M がよいしょ、うん、S、もうちょっとちっちゃい方がいい、それでもいけそう。 でも、うん、で、これの下がエクセスがあるんですけど、ちょっとうち今エクセス入れてないので S でもいけそうで、僕これ今 M 履いてみたんですけど、そんなに違和感はないです。でもさっきの方が僕はフィットがいいので好きなだけで、普通の方やったらこれでいけるのかなという、ですからちょうどそんなにすごい差がない感じですね、これに関しては。手首あったかいよ、うん、あったかいよ、うん、手首ええと思う、ね、これが何でしたっけ名前、フラックスグローブ、フラックスグローブ、フラックスグローブ、ちょっと滑りがいいからオーバーグローブの中とかに使えるようにっていうやつ。ああ、そうやな、それはそうやね。でもまあこの単体でも十分使えると思います。で、これがまあ本当に、値段も比較的安くって使いやすいグローブだと思います。ください、しまいますで、それの次っていうか、今のはまあ当然風が入るしっていうことで、選んできたのがメイズランナーグローブ。ランナーという名前がついてるように、まあ、ランナーの人のため、トレランナーかの人のためなんかなと思うんです。要は暴風生地を使ってるので風の、入りが少ない。で、これがリフレクターなのかな、反射板で、多分まあ夜なんか見てもらいやすいようにということだと思います。で、これが一応サイズとしては SM と LX2 サイズやったよね、確か。で、SM、S から M で、これで僕が選ぶのどっちかな、これが今 SM ですけど、ちょうど操作を例えばするにはちょうどこれで僕ぴったり、
ちょっとフィルムが入っとって伸びにくい感じですか、うん、でもまあそんなでもない、うん、違和感はそんなない。でこれも当然あのほぼ使います。あのタッチパネルっていうのスクリーン、うん、入れてみて。でこれが今僕履いてるのは SM で、よいしょ、ちょっと余る、うん、ちょっと余る、やっぱりでもそれよりもちっちゃいのはないんだな、残念ながら。でこれが LXL で、これもそんなさっきのものとこれでええって言われたらええのかもしれない。でも僕はやっぱりあのフィット感で言ったら SM が良かったと思います。ちょっとほら余り感があるんですね、やっぱりね。ちょっとで、あとはもう普通に防風生地で、さっきの同じように、まあ、手首が少しあるので暖かさが出ますね。メイズランナーグローブ、はい、で、その上がっていうかあの。おととしに最初出て撥水生地のなんてプリマロフト、ね、そうプリマロフトゴールドやったかなんか、うん、あの中綿入りで内張りが、フリース生地の柔らかい、これ手入れしてもらったらよく分かるんですけど、めちゃめちゃ気持ちいいのがおととしやってね出て、で僕も早速すぐ使って、これ2シーズン使って、で去年に防水 X リミティーズっていうとこの防水生地なんですけど、 X ドライかなんかですね、うん、X ドライね、そう X ドライで、 X ドライってもう本当にあの、まあ、防水、完全防水で透湿性もありますという売り方をしてるんですが、僕このモデルと違って違うモデルの、X ドライ使ったんです。やっぱり、若干濡れはせないですけど、やっぱり濡れ感はどうしても ありました。ですからゴアテックスと比べたらどうなん言われたら、もやっぱりゴアテックスはそれは優れてるんかもしれないですけども、ゴアテックスだったらどんどん値段が上がるので、この X ドライで、X リミティーズは作ってきて、名前何やったっけ、パラドックスウォータープルーフグローブやったっけ。でこれが今S なんです。で XS 外してるのが分かりやすい。で XS、 やっぱり女性はやっぱり XS かなというとこですね。でどうしても S で一辺はめて、 S で、 S はちょっと余るかなぐらい、ちょっと余りますね。これで一応 M なんです。でやっぱりちょっと余り感がある。でもまあ比べなかったらこれでもいいのかなっていう感じです。でこれも一応タッチパネル対応になってるんですが、この、なんていうんですか、このふわふわ感があるのでちょっと反応がしにくいですから、はい、反応がしにくいですから、完全に効くっていうことはないので気をつけてください。はい、残念ですがそれは無理やと思います。ふわっとしてあったかい、そう、中が本当に気持ちいいんですよ。で、でこういう収納袋がついてて、これを入れてしまうと、
これだけの大きさになってコンパクトに、まあ、持ち運びができる。まあこうするかどうかは分かんないです。で、あと、これが今年、じゃあ去年から出てて継続で XS から L まであるのかな。で、まあ本当にあの少しの雪であったりとかでインナー、寒い時期のインナーとして使ってあのオーバーグローブなんかされたら比較的そこそこで、使えると思います。で、あの操作性もそこそこいいので、あのアイゼンであったりとか、あのベルトを入れたりとか結構細かいことができるかなと思います。で、ただ生地はどうしても薄いので、あの小さくなるってことは薄いということで、やっぱり劣化、要はあの例えば穴が開いたりとかっていう可能性はゼロではないので、そこはちょっとご理解いただけたらと思います。で、去年のモデルも若干数残ってるので、もう少しお安くしてあの出してますので、あのあちなみに一昨年です、一昨年のモデル、一昨年のモデルも、お安く出し、少しはお安く出しているので、ネットショップ、オンラインショップを見ていただけたらと思います。まあこれはもう多分今年の主力にはなると思います。で、よいしょ。で、あとはあの、まあ、これはまああの少し変わってるんですけど、ちょっと僕気に入ったんで、あのさっきの、X ドライブ完全防水の手袋で、名前があのビレグローブ、まああのロープさばいたりとか、要は冬の行動グローブ、あのクライミング系の行動グローブとして多分メーカーは考えたやと思います。で、あの結構ね手入れ感よくって、結構ガツンとしっかりしてて、でベルクロもしっかりしてるんで、こうやってちゃんと止めれるし、で、こちら側が革で、ここ補強がちゃんとロープ当たってもしっかりサポートしてくれる。で、ここがシリコンかな、何の、まあ滑り止めという手袋、ちょっとごつい感じです。で、これが S からあるんやるけども、比較的あの小さめっていうか、僕の手でちょうど M で、ちょうど大きさ的にはいいサイズになります。で、タッチパネルがさっきと一緒で、あのやっぱりね、この厚みが出てくると多分反応がしにくいんやと思うんです。あのさっきからちょっとやってみてるんですけど、反応がまずちょっとしないと思ってください。はい、残念ながら、はい、ちょっと面白い手袋であるので、あの値段も比較的この手のグローブにすれば安いところなので、いかがかなという。で、あとね、去年見つけて、おすすめしようと思って、で去年もずっとあのさっきのパラドックスと併用しながら使ってたんです。で、どちらもすごくよく、あの操作性が本当にピタッとしてて、で、ウィンドストッパー、あのまあ完全防水ではないんですね、まあ、ウィンドストッパーなんで、あの暴風のためのまあご飯のちょっと落ちるっていう言い方違うんかな、あの信用してない、濡れるのは絶対濡れます、でもまあ風が入りにくいし、でこちらがあのピタードって、あのイタリアの革やったっけ、結構これはね家革使っててすごくフィット感がよくって、握り感がすごくよくわかる、まあ当然あったかくはないんですよ、でも暴風してて本当行動グローブでいいなと思って、去年だいぶ使わせてもって、で今年もやろうと思ったら、残念ながらやる予定やったみたいなんですけど、に日本に入ってこなくって、ただ若干数がまだあるので、よかったらおすすめです。これがあの S サイズで、ちょうど僕の手に
ジャストフィット、まあ脱いだり履いたり手間ですけど、履いてしまうと強度の出る握りも、だから岩もそこそこつかめるし、滑りも少ないしというグローブなので、 S と M が少しずつかなありますんで、オンラインショップ見てください。で今回は2024年の秋冬のグローブのご紹介になりました。以上です。